はい、皆さんこんにちは。それでは、行政書士研のですね、傾向と対策、今日は憲法についてお話していこうと思います。担当はアガルト専任講師の豊村啓太です。よろしくお願いします。憲法ですね、行政書士試験の憲法はですね、択一式、多子選択式で、300点満点中28点ということなので、そうですね、位置づけとしては、メイン科目ではないですよね。行政法とか民法みたいな科目ではないんですよ。どっちかというと、マイナーって言っちゃうとちょっと、言い過ぎかもしれないけど、でも300点満点で28点ってことですからね、メインではないというふうに考えてください。で、どういうふうな勉強が一番効率がいいのかってことなんですが、憲法はやっぱり大きく2つにジャンルが分かれますよね。一つは人権、もう一つは統治ということです。人権っていうのは例えば表現の自由とかね、学問の自由とか、信教の自由とか、そういうなんか人権関係ですよね。それが人権というところです。で、もう一つは統治っていうやつで、統治っていうのは国会とか内閣とか裁判所とかそういったものを勉強していくところになります。大きく2本柱ということです。で、人権の方はですね、何が出てくるかっていうと、例えばその人権が実際に問題となった事件、事案があるわけじゃないですか。それが最高裁判所ではその事件に関してどういう判断を下したんですかっていう、それをちょっと難しい言葉で最高裁判所の判例なんていうふうに呼んでいくんですけれども、この判例がどう言ってますかっていう出題がものすごくなされます。ですから、判例を勉強するときには、まずどういうふうに勉強していくかっていうと、どんな事件だったのかなと。どんな事件でしたかと。事案ね。事案。その事案ね。どんな事案だったんですか。つまり、この事案のところで何を検討してほしいかっていうと、何の人権がどんなふうに問題となったんですかっていうのをしっかり勉強してほしいんですね。あ、この人権がこういう形で問題になってきたんだなと。この権利がこういう形で問題になったんだなっていうのを掴んでいただきたいと。そして、その流れね。流れ。そのどういう風な流れで結論に導いていったのかと。流れですよね。流れ。で、その流れの中に、キーワードが入ってくることが結構あります。キーワード。その判例独特の言い回し。その事件の時の判決の独特の言い回し。キーワードなんかが入ってくることがあるので、そこも押さえていきましょう。そして最終的に、どのような結論になったんですかと。どんな結論になったんですかと。ね。こういう事件でどういうふうな権利が問題となったんですよっていうのをまず掴んだ上で、じゃあ実際どういう判断の流れをしたんですか、その中にこの判例特有のキーワードとか出てきますか、だったらキーワードも押さえちゃいましょうと。で、最終的に最高裁判所はどんな結論に至ったんですかっていう、これ判例の勉強するときにワンセットでやっていただくといいのかなというふうに思います。判例がとにかくよく出題されるということですね。ただね、選択肢の中で一つずつ判例が聞かれることもあるんだけど、たまにね、判例がね、ボーンって引用されていて、さあ、この中で言ってるのはどれですか？答えてくださいみたいな問題も問われるんですよ。ですから、そうなった時には、ここにあるように、判例の文章を長く出題されることもあります。しかもやっぱり法律とかいろいろ憲法のこととか書いてあるから、そんなに分かりやすい文章じゃないんですよね。分かりやすい文章じゃないって言ったら怒られちゃうかもしれないけど、やっぱ読みやすい文章ではないじゃないですか。なんか難しいですよね。法律用語とか書いてあったりするからね。ですので、そこまでね、判例の、いっぱい判例を詰め込もうとかしなくて構わないので、テキストに出てきた重要な最高裁判所の判例についてしっかりと押さえておくということをしておいてください。いいですか？で、それが人権の方ね。人権の方のこの判例の方なんだけど、統治の国会内閣裁判所は結構簡単な問題が出てきます。簡単な問題っていうのは何なのかっていうと、条文、日本国憲法の条文さえ読んでおけば素直に普通に解ける問題です。普通に解けちゃう問題が出てきます。例えば、両院協議会なんていうのがあるんだけど、もうそれは別に今は分からなくていいですよ。全然いいんですよ。そういうのがあるんだけど、両院協議会を絶対開かなきゃいけないのはどれですかとか、そういった形、あるいは任意的でいいのはどれですかとかって、それ何個ありますかっていうのを個数問題で聞いてきたりとかね。それは条文さえ読んで知識入れとけば絶対解けるやつなんですよ。絶対解けるやつなんですよ。ですから、統治はまず、条文ね。統治は条文をしっかり読んでおくということ。具体的には、憲法、日本国憲法で言うと、41条から後ぐらい。あと天皇のところもちょっと読んでおいた方がいいと思うんだけど、それはまた講義でおいおい詳しく話していこうと思います。
いいですかね。ですので、憲法という科目ですね。この憲法という科目なんですけれども、決してメイン科目ではないので、まあ、そこそこ勉強はしなきゃいけないんだけれども、人権は判例、統治は条文中心に、この流れね。この流れの中で、時間をそこまでかけないで、勉強していけばいいんじゃないかなというふうに思います。まあ、詳しくはね、講義のところでもお話ししていきますので、効率よくぜひ勉強されればいいかなと思います。結構ね、最初に言っておきますけどね、憲法はね、これはちょっと難しいだろうっていう問題がたまに出たりします。だからその難しいだろうっていうのをつかむためにも、なるべく最初にちょっと過去問の出題傾向の分析っていうのはしといた方がいいでしょうね。うん。で、難しいっていうのはね、その、知識がないから解けないとかじゃなくて、結構ね、現場で考えさせる問題とかがたまに出てくるんですよ。で、それはね、どうしてもその現場で思いつかなかった場合には解けない問題だったりもするので、そういう問題はね、早めにね、飛ばす。その試験中にね、3時間の試験中に飛ばすっていうテクニックも身につけるべきかなと思います。憲法に関してはね。まあ、他の科目もそうですけどね。要するに、皆さんは、行政書試験の場合は、3時間の試験で180点を取ればいいわけ。逆に言えばそうじゃないですか。3時間の試験で180点取ればいいんだから、その落としていいやつとか、飛ばした方がいいよねって、他のところに時間かけた方がいいよねっていう問題を察知する。危険を察知するってちょっと大げさかもしれないけど、そういうふうな、能力というか、そういうふうなテクニックみたいなものも、これから行政書試験の本番までに身につけるといいかなと思います。その意味でね、憲法はね、過去問を早めにちょっと見るといいですよ。そしたらね、あいつが言ってた、これはやばいから、ドツボにはまっちゃう系の問題だから、サクッと飛ばした方がいいですよって言ってた問題は、これじゃないかなっていうのがなんとなく見えてくると思います。いいですかね。はい。ですので、憲法に関しては、決してメイン科目ではないので、まあ、効率よくね、やっていただければというふうに思います。はい。傾向の対策ですね。今日は憲法についてお話をしてきました。担当はアガルト専任講師の豊村啓太でした。お疲れ様でした。